戦に入りました。これからの勝負、先頭はスピニングカメリア、河内イメージ先頭、2番手は桜スピード、追いすがる。やはり河内イメージ先頭だ。あと 200m、 河内イメージ先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。一気に桜ソリスト1着、2着にはどうやら河内イメージ、見事に勝ちました。桜ソリスト河内イメージ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠のワイドバトル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。スタビライザー好スタートを切りました。レッツゴーターキン、この馬も好スタートを切りました。ツインターボ前に行きそうです。これに続いて藤山健山、スタビライザーそのうちに続いています。その隣にレッツゴーターキン、その外から全量役者、これに続くのがナルシスノワール、スワーブダンサー、それに続いています。すぐ後ろにノーコンフィデンス、少し離れてマリエンテ続いています。その隣にノーモアスピーディー、その横にロシグリーン、レガシーフィールド、それに続いています。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。さあ先頭はまだ6番ツインターボ、リードは6馬身ぐらいあります。ツインターボ1人旅、さあ直線に入りました。これからの勝負、ツインターボ先頭1馬身から2馬身のリード、2番手はツインターボ、ツインターボいっぱいになった。やはりダイタクヘリオス先頭だ。あと 200m、 ダイタクヘリオス後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ、完璧です。圧倒的な強さを見せましたダイタクヘリオス1着、2着はスワーブダンサー、ダイタクヘリオス見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。